FD 推進センターが開催したシンポジウムの話題です。今回のシンポジウムのテーマはズバリ学生事業評価アンケート。各学部独自のスタイルで実施しているものの、その効果的な活用策に関しては苦慮しているのが実情のようです。そこで学生の事業評価をどのように活用すべきか、基調講演とワークショップによりその方策を探ろうと実施されました。シンポジウムに参加されてですね、FD 活動について指標を新たにされまして、さらに FD に取り組んでいただきますようよろしくお願いいたしまして、シンポジウムは本学 FD 推進センター長である牧村副総長の開会の挨拶の後、立命館大学の安岡隆教授の基調講演が行われました。先生方が授業評価を高くする、授業評価を高くするっていうのは何のために授業評価を高くしているかというと、授業評価のいい教員が習うと学生さんがよく勉強するし、試験もよくできるし、それが終わってもですね、その科目の研究を続けるような傾向がある。だから一生懸命評価を高くするということなんですね。安岡教授はまず様々なデータをもとに学生授業評価の見方、捉え方などを解説。また評判の良い事業展開の10か条など具体的に項目を挙げながら、明日からでもすぐ実践につながる考え方や活用法を分かりやすく紹介。受講者の皆さん熱心に聞き入っていました。休憩を挟み、愛媛大学の佐藤博明准教授による講演とワークショップが行われました。事業評価アンケートは必要かという話をしました。これだけ多くの大学が今事業評価アンケートをやっております。で、各種こういった外部評価の中にもですね、評価やってますかということは言われております。お話は、事業評価は本当に必要かという問いかけから、事業評価アンケートの歴史、意義、見直す視点、活用法までを分かりやすく解説。その後、参加者それぞれ普段行っている実際の学生事業評価アンケートをもとにディスカッションを行い、自分の授業に点数をつけ評価するなど、自らの授業への振り返りと気づきを促すワークショップなども行われました。授業の方略っていうのはいろいろハウツールっていうのはあると思うんですけれども、それはおそらく各部下校で、目的とするところも違いますし、また学ぶ内容も違いますので、一概に全てが共通に言えることではないと思うんですが、授業というのはやはりその学生さんとのコミュニケーションの中で、うまく生かしていくものだと思いますので、今日学んだことを持ち帰っていただいて、どれが応用できるかというようなことをですね、お考えいただいて、具体的に取り組んでいただくということになると思います。非常に、ためになりました。学科に持ち寄って皆さん教員と本成果を、共有したいと思っています。アンケートを取るだけではないと、その後どう活用するか、やはり学生のためのアンケートということをやっぱり重点に置くべきだと、そういった点が今日よく分かりましたので、いろいろなことに気づいたっていうところですね。特に学習させるためのアンケートだっていうことが一番学んだことかなというふうに思いました。日大のこういった取り組みに関してはどうですか？はい、そうですね、どんどんぜひ特に本部でこういうやってくださって非常にありがたいと思っています。